教師という職業はアウトプットする職業です。アウトプットするためにはインプットが必要となります。友部幼稚園では、先生たちが学ぶことを日常化するために、インプットアウトプットとしてフリーテーマで疑問点を調べることを課しています。学ぶ姿勢を習慣づけるためのものですので、内容についての真偽は問いません。必ずしも正しいこととは限りませんので、ご了承ください。はい、私のインプットアウトプットをお話しいたします。今回私は爪にできる白い斑点について調べてきました。その調べようと思ったきっかけは、私最近爪に白い斑点、ポツっていう、何でしょう、点ができるようになったんです。今も左手の中指とあと右手の薬指にありまして、これは 何が原因でできるんだろうと思って調べてみました。で、調べたところ、この白い斑点の名前がありまして、名前が走行斑点という、ものらしいです。これは爪の甲の間に入った空気がこの白い斑点になって現れるそうです。または何らかの原因で爪になりきれなかったものが白い斑点として現れるそうです。で、この斑点ができる原因としては、まず栄養不足と、あとは過度なストレス、あとは遺伝もあるそうです。で、遺伝もあるっていうのは初耳だったので、私の家族にもこの白い爪、白い斑点ができるか聞いてみたんです。そしたら、家族にはできていなくて遺伝ではないことが分かりました。なので、おそらく栄養不足かストレスかなと思って、改善方法も調べてみました。改善方法としては、やはり栄養不足なので、しっかり栄養の取れた食事をとること、あとはストレスをためないようにすることが大切だということが分かりました。そこで私も実際にその改善方法を試してみました。まず食事に関しては、私すごく野菜嫌いではないんですけど、野菜が全然取れていなくて、なので少しずつですが意識して取るようにしてみました。そしてストレスに関しては、あんまり溜まっていないんじゃないかなと思ってたんですけど、でも少し自分一日の中で少しくつろげる、なんか心安らぐ時間を作ろうと思って私いい匂いが好きなので、寝る前にアロマを焚くことにしたんです。で、すごく心安らぐ時間を作ってみて、それを試してみたんですね。で、効果はまだ現れていないのですが、これから徐々に現れるといいなと思っております。このインプットアウトプットで爪のこの斑点のこと謎だったので、謎が解けてすごく私も勉強になりました。今爪にこういう私のような斑点がある人は栄養を意識して取ってみたり、ストレス解消をしてみたりするといいと思いました。これが私のインプットアウトプットです。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。